皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいきたいと思いますよ。皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。はい、この喋り方疲れるわ。はい、それじゃあやっていきましょう。今日はね、いいねランキングの国内難しいから、ロゼナさん、こちらのスピランコースを遊んでいきたいと思うんですが、ベストタイム23秒、クリア率約 5% あるんで、一発クリア目指してやっていきたいと思います。あ、でも無理かな。ボム兵コースは無理かな。あれ、このコース遊んだことないっけ。見て、あ、このコースはねえや。なんか似たようなコースはあるけど、ほい、あれあれ、遊んだことあるような気もしてきたぞ。気のせいかな。ほい、あ、でも微妙に違うのかな。似た違うコースなのかもしれない。うん、やっぱりちょっと違うわ。多分こういう系のコースをいっぱい作ってる方なのかな。はい、持って行って持って行って、こうですね。うん、やっぱり、あ、あれ、でも遊んだことあるぞこのゲームって。確か浅川さんに無茶振りしてなんか作ってもらったような気がしなくもないんだけど、あれ、でもやっぱり違う。あれ、なんやねー、よくわからなかった。あ、でもこのギミックはなかったな。うん、やっぱりそうだ、微妙に違う、似てるけど。ほい、ほい、任せて安心のくるくるくるチャンネルでございますよ。そうそう、これでね、ボム兵を壁キックで進んでいくスピランコースを作ってくれとかなんとか言って浅川さんを困らせてしまった記憶がございます。こうかな。オッケー、割と早くクリアできてよかった。イエス。さて、今回もマリオメーカーたくさん遊んでいきたいと思います。 MC ロゼマさん、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。同じ方のスピードランが同じランキングの1位にもありました。すごいですね。こちらのコースを遊んでいくる。クリア率は 9% 超えていたと思うんで、目指せ2回クリア、1回は無理。危ない、ほら、やっぱり無理。開幕はスピンジャンプだったかな、今な。えい、弾かれ、あー、タイミング難しいわ。ラン3。あ、ジャンプしなくてもよかったっぽい。あれ？はい。これは、ルートをしっかり覚えないと、クリアできないぞ。お、あ、このパウ投げるのが、なかなか反応できないわ。しっかり身構えてよ。スピンジャンプ、おい。パウ投げからの、ここは戻っていって、はい、Pスイッチのドアにお邪魔します。そして死にます。スタートは下に音符があったんで勝手にジャンプしてくれる模様でございますよ。はい、お邪魔します。このまま、オッケー、あ、これでゴールか。やったね。1画面スピードランなんとかクリアすることはできたけど、意外と難しかったわ。うん、クリア率詐欺ですよこのコース。多分ベストクリアタイム狙って同じ方が何回もやってるんじゃないかな。はい、 MC ロゼナさんのコース2つ目クリアすることができました。ありがとうございます。それでは次のコースいきましょう。はい、お次もスピランコースでございます。癖になる気持ちよさ、ワックワクスピードラン、夏目さん。 12% のクリア率で29秒のベストタイム、30秒ランなのかな。タイムかなりギリギリ、もしかして40秒ランっていうことはないですよね、これでね。 P スイッチを踏んで走るよ。からの、これは乗ってるだけで、あ、乗ってるだけじゃダメっぽいな。今のところ絶対タイムロスしてるでしょ。ここで、これは多分 P スイッチの効果時間の間に本当はいけないといけないんじゃないかな。戻るよ、カーベキック。やっぱり怒られる前にやめておこうかな、もうカーベキックとかやるのね。これは、はい、やられるよ。一応分かってたつもりではいたんだけど反応できなかったわ。
こっちの方がちょっと早い？ほい。ぴょんぴょんぴょん。あんま変わんないかな。それでも多少でもね、縮めておくに越したことはないと思うので、カーブキック、ほい、はい、ほい。感覚的に結構難しいわこれ。どうしようか、タイムどうなんだろうな。余裕があるんだったら一回左に逃げたいな。よいしょ、しゃがんで壁キックしていくじゃないですか。で、できれば途中まででも行きたいんだけど、結構 B スイッチのタイミング間に合わないのかな。あれな、間に合う人もいるのかもしれないけど、ちょっと私には難しそうだ。一旦左に逃げます。はい、でスピンジャンプしていって、これは、はい、落ち着いていけば問題なし。グーからの壁キック、キノコと下を取ってヒップドロップでゴール。オッケー、よかった。どうするのところ焦る必要ないね。ベストクリアタイムを狙うぐらいの人はワンフレでスピンジャンプ入れていく必要があるのかもしれないけど、クリアするだけだったら左に避けちゃっていった方が安全だと思います。癖になる気持ちよさ、ワックワクスピードラン、夏目さんありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。車の荷台に亀とか卵を置かないでください。ファイヤーカーバトル、小太郎さんのコース、クリア率は 12% ですね。難易度は優しめなんで、楽しむつもりでやっていきましょう。車の上はね、すっきりさせておいた方がいいですよ。あ、やばい、炎を取り逃した。炎、ファイヤーを取り逃した。何を言ってるんだ私は。なんだろう、ファイヤーがいっぱいあるんだけど、取らない方が良さそうな気がしてきたぞ。気のせいかな、そんなこともない。あれ、はいはいはい、あれ、どうやって登るのこれ。あれ、待って待って、それとこのレールは何、たくさんあるけど使い道が今のところなかったよ。あー、なんか来た。あー、なるほど、ほい。あの車の上に乗れっていうことだよね。どうやって、どうやって乗るの。ここは何、ダメージご利用して、ダメージ覚悟のご利用しで届く。え、待って待って、ご利用して届くのこれ本当に。クリア率 10% 超えのコースですよ。なのになんでこんなに苦労してるんだ、おかしくないですか。はい、え、そんなこともない。とりあえず七光は邪魔だから降りてこい。はい、ファイヤーゲットだぜ。いい、あ、縮小、もう一個ファイヤーがあるんだけど、あれ取れるかな。いや、ダメージ覚悟のご利用していこう。七光は倒した。これでだいぶ余裕ができたと思うんだけど、気のせいだったかもしれない。あの車の上に乗ってるファイヤー取りたいな。チビマリオになっちゃった。次のファイヤーはどこで補充できるんだ。あったよね、まだね。はい、くそ、キッパがどんどん先に行ってしまう。待って待って待って、どうすんのこれ。壁キック、嘘でしょ。あー、とりあえずファイヤー、あ、無駄なダメージを食らってしまう。あのヨッシー取れないかな。クッパの下にあるヨッシーの卵を取りたい。縮小めー、難しいぞこれ。そう、こっちで待ってましょうか、スタートの時。そうしようそうしよう。車の上に変なものを積むんじゃないよ。もっとね、片付けなさい、しっかり。いいですか、片付けのできない大人は最低ですよ。わかりましたか、キング。オッケー。なんか、一発でうまく挟んで倒すことができた。ラッキー。ここです。ダメや。お、倒せた。ヨッシーも取った。これは勝ったんじゃない？ここ、
アンチでしょう。あ、アンチでもないや。意外と挟まれてしまうかもしれない。あんまり、ちょっと注意は必要かもしれないけど、まあ、用紙取ってればこれはもう勝ち確でしょう。ほぼ勝ち確でしょう。上からのバブルに気をつけて、はい。え、ちょっと待った、よし、行かないで。嘘。え、待って、回して、ほい、行けー。あ、行けた、よかった。これは正義のクリア方法じゃない気がするけど、無事クリアすることができた、よかったよ。全国に129人いらっしゃるくるくるクールファンの方、見ていただけましたか。これがくるくるクールのズルの実力でございます。車の荷台に紙とか卵を置かないでください。ファイヤーカーバトル金魚のコース遊ぶことができました。ありがとうございました。そして今日このあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録皆さんよければぜひお願いいたします。あとコース募集もしてますのでね、 Twitter でも YouTube のコメント欄でもどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。